お茶目で明るい性格の母が老いや認知症のために怒られ、日常を不快なものにされなければならないのか、おじいさんが母の暮らしに寄り添いながら残された日々を穏やかに幸せに送ってもらおうと考えました。それは自分の10年20年先の姿を見つめることでもありました。食べてない。食べたの。お昼になってから食べてよ。いやいや、お昼はまたお昼で。お昼でまたお昼食べるの。行ってこい行ってこい言うんですよ、海外旅行ね。自分は一人残るのにね、あのなんか悪いことしようと。非常やらんのに、ね、やってます。やってそう。待ってな、痛いよ。3000円ぐらいもらった、10円10円、なんで親子やから。親子サービスで10円かいな。そう、この渋チンもらおうっていうのが厚かましいや。あれ食べた私。何も大丈夫だ。